どうも、頭皮カムロマスです。本日なんですけれども、ステップンの最新情報として、もうみんながね、待ちに待ったレルム3で配られるエイプスニーカー、もしかしたら本当に1000万円超えるくらいのね、価値が出るかもしれないこのエイプスニーカーなんですけれども、入手方法が最新の情報で続々と出てきていますので、そちらについて3選、ご紹介の方していきたいなと思います。ではまずその前に、一つお知らせがございます。現在第2弾ステップンキャンペーンとして、こちら右側にあるスニーカーなんですが、現在のレベルが14となっていまして、こちらの成長過程はね、ツイッターの方にも載せているんですけれども、こちらのスニーカーなんですけれども、抽選で1名様にプレゼントの方させていただきますので、こちらお申し込みしたい方、参加したい方は概要欄からぜひご参加の方よろしくお願いします。それでは早速動画の方に移っていきたいと思います。まずレルム3とは実装秘話について解説をしていきたいと思います。ステップンでは現在ソラナチェーン、通称 S 国と BNB チェーンの B 国の2つがありますけど、3つ目の領域レルムのですね、実装が予告されています。まあ実装日自体は決定してないんですけれど、まあ、7月中になりそうだと、ステップンの公式ツイッターで告知されています。まあ、この3つ目の領域、第3レルム、第3国なんですけども、まあ、一番多いのが多分イーサリアムの、チェーンになるんじゃないかというふうに予想がされていますし、私自身も、まあ、第3国時代はイーサリアムでほぼ決まりなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、もしかしたらアバランチとかっていうね、可能性もありますけど、まあ、ほぼほぼイーサリアムで決まりでしょうというような感じでございます。で続きまして、7月の1日にお知らせがあるんじゃないかと、ステップン公式ツイッターの投稿によると、レルム3に関する情報が7月の1日に発表されるとのことです。まあ、おそらく、まあ、実装日に関することだと思いますが、詳しくはまだ分かりません。まあ、もしかしたらまた別のアップデートなども可能性もありますし、おそらくレルム3のチェーンが決まったりだとか、実装日などについての連絡かなというふうに思います。それでは早速なんですけれども、まあ、今回の動画でですね、お伝えするメインの内容となってます。APEX の入手方法まとめということで、ステップン公式ツイッターでレルムのスニーカーイコールエイプスニーカーですねのエアドロップ情報が発表されました。まあ、この仮想通貨のエアドロップというのは、まあ、指定された条件を満たすことでリリース直後の仮想通貨やトークンを無料で受け取れることができるイベントのことを指します。まあ、無料でレルム3のスニーカーを手に入れられるチャンスがありますので、情報をしっかりと整理していきましょう。では早速本日はその入手方法についてお話をしていきます。現時点でエアドロップを受けられる方法というのは3つあります。ではまず1つ目、エンハンスでダブルエンハンスに成功、 SB どちらでも OK です。では続いて2つ目、ダブルエンハンスが出なかった場合、抽選に参加ができます。では3つ目、 OG スニーカーでエンハンスを行う。まあ、これだけ見ても何のこっちゃという感じだと思いますので、一つ一つ詳しく徹底解説をしていきます。ではまず1つ目、ダブルエンハンスに成功する方法。これはですね、6月の25日に発表されて、こちらはですね、私も動画の方ですでに紹介の方しております。一つ目の入手方法が、ダブルエンハンスに成功ということなんですけれども、まあ、エンハンスというのが、5速バーンですね、5速で合成すること。こちらでですね、ダブルアップに成功したスニーカーを獲得した場合にエイプのスニーカーがプレゼントがされます。で、まあ、このダブルエンハンスなんですけど、まあ、通常はコモン靴5個でアンコモンですけれど、ごく稀にですね、コモン靴5個からレア靴と2段階レアリティが上昇するラッキーなケースがあります。これをダブルエンハンスと呼んでいます。で、まあ、注意点なんですが、まず1つ目、レルム3が実装される24時間前までのエンハンスが対象となっております。まあ、7月の1日にね、実装日が発表される見込みとなってますので、それまでにエンハンスの方をしておいてください。で続いて2つ目、ダブルエンハンスしたスニーカー獲得1回につき1つのエイプのスニーカーがプレゼントされます。で3つ目、ダブルエンハンスしたスニーカーを購入した場合は、対象外です。そして4つ目、ダブルエンハンスしたスニーカーを売却した場合はエアドロップの権利を失ってしまいます。まあ、この4点の注意点はね、しっかりと見ておくようにしてください。では2つ目、いきます。エンハンスを行ったがダブルが出なかった場合、抽選に参加することができます。
スニーカーのエンハンス合成を行ったユーザーの中から抽選で2000名の方にエイプのスニーカーがプレゼントされます。こちらもですね、注意点があるので一つずつ紹介していきます。まず一つ目、レルム3が実装される24時間前までのエンハンスが対象。2つ目、1アカウントにつき最大1個のエイプスニーカーがプレゼントされます。で続いて3つ目、スニーカーエンハンスされたスニーカーを購入した場合は抽選対象外。4つ目、スニーカーエンハンスをしたスニーカーを売却した場合でも抽選対象となります。そして5つ目、スニーカーエンハンスをしたら自動的に抽選対象となります。こちら5つの注意点の方、こちらもしっかりと見ておいてください。では続いてこちらね、最新の情報なんですけど、 OG スニーカーというものでエンハンスを行うという形になります。OG スニーカーというのは、BNB チェーン実装時にソラナチェーンでジェネシスを保有していた人を対象に配布されたスニーカーとなっていて、まあ実際にはね、シューズボックス、靴箱で配布されたんですけど、OG スニーカーかどうかを見極める方法というのは非常にシンプルで、スニーカーの ID を見てもらえれば、ID が2万番から3万番まで、こちらがですね、OG スニーカーとなります。で、こちらまあ注意とルールなんですけれど、まず1つ目、レルム3が実装される24時間前までのエンハンスが対象。こちら一緒ですね。で、OG スニーカーを含めたエンハンス1回につき1個のエイプスニーカーがプレゼントされる。では3つ目、スニーカーエンハンスされていない OG スニーカーを購入して、その OG スニーカーを含めてスニーカーエンハンスをした場合はエイプスニーカーがプレゼントされる。で、4つ目、スニーカーエンハンスされた OG スニーカーを購入した場合は対象外です。続いて5つ目、スニーカーエンハンスした OG スニーカーを売却した場合も対象外という形になります。で、またこの OG スニーカーをね、持っている方、まあ本当にすごい運がいいなと思うんですけど、OG スニーカー持っている方はね、くれぐれも絶対に売却とかはしないように注意だけお願いします。ではまあ最後におまけなんですけど、まあ今回ね、3戦っていうタイトルでやったんで、まあ4戦目みたいな形になるんですけど、こちらはですね、まあ、OG スニーカーとか持ってなかったりとか、エンハンスとかしなくても誰でも受け取れる方法というものがあります。こちらおまけです。Twitter か Instagram で、抽選を現在行っております。まあ、こちらの6月の28日に発表されたばかりの内容なんですけれど、こちらの抽選に参加する方法は3つだけです。まず1つ目、公式アカウントのフォロー。で、2つ目、リツイート。で、3つ目、3人の友達にタグ付けをして、こちらの公式のツイッターにコメントを残してください。こちらすることによって6月28日から6月30日までの3日間でツイッター、インスタグラム合わせて6つのね、エイプスニーカーが抽選で手に入ります。で、タグ付けするためには3人の友達に、ね、タグ付けしてコメントしなければいけないんですけど、まあそのタグ付けをね、誰をタグ付ければいいのかということで、まあ、3人もね友達いないよっていう方は、私の ID アットマークムラ、アンダーバー104、こちらはね自由に使って OK ですので、ぜひとも使ってみてください。まあ詳しくはね、私のツイッターをまずは覗いていただいて、私のタグアットマークムラアンダーバー104自由に使って OK ですので、ぜひともね、抽選の方参加してみてください。まあかなり倍率の方は高くはなるんですけど、まあ何もやらないよりかはマシかなとは思いますので、はい、ぜひ抽選の方参加していきましょう。では最後に今回の動画のまとめです。はい、まあこれまでの運営のやり方とかを見ていると、まあ、発表からその実装までなかなか時間を空けない傾向にあるかなと思います。で、アップデートのメンテナンスとかのお知らせも早くてもなんか前日とかでした。まあこれはですね、まあ、ステップンチームが相場に与える影響とかを懸念して、まあ、ギリギリに発表しているんじゃないかなというふうに思います。まあ、その例をたどると、まあ、7月1日の発表をして、もしかしたら翌日にはもう実装しているという流れもあり得るかなと思います。もちろん発表から実装まで間隔が空くというケースもあり得るかなとは思いますけど、6月25日から6月27日までの間に1日ずつエアドロップの条件というものが小出しにされています。
もしかしたら明日以降も新しい情報などが出る可能性などもありますので、まあ、この動画を閉じた後もしかしたらね、今夜すぐ新しい情報出るかもしれませんので、そちらはツイッターの方で即更新させていただきますので、ぜひともツイッターなどもチェックの方してみてください。はい、それでは以上で動画の方終わりたいと思うんですけれども、最後にお知らせがございます。第2弾のステップンキャンペーンが実施中です。こちらの内容に関しましては詳しくは概要欄の方を見ていってください。またこちらのスニーカーに関してなんですけど、毎日毎日成長させております。まあ、こちらの成長の様子はツイッターの方にも毎日更新してますので、ぜひとも見ていってください。まあ、成長に関してなんですけれど、まあ、レベルアップに関しては、7月4日のプレゼントの締め切り日まで毎日、レベルアップさせていきますので、楽しみにお願いします。はい、それでは以上で本日の動画の方終わりたいと思います。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録と高評価、こちらも忘れずにお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。